対しまして、こちらのハサミは先ほどもちょっと話したんですけども、ドライ用のハサミ、ドライの時に髪の毛を削っていくハサミになるんですね。なのでですね、これはですね、ハサミで毛の長さを切るんじゃなくて毛量とかを調節するハサミという。 C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎忠です。大変お待たせしました。美容師質問コーナーなんですが、以前からたくさん質問をいただいておりました。どういった道具を使っていますか、道具の金額はどのくらいでしょうか、ということに対して答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。冒頭にも映っていましたが、これが私が現在使用しているシザーケースですね。実はこれはね、3代目ぐらいになると思いますが、2代目3代目はオーダーメイドで作っていただいたものです。こんな感じですね。意外と持ってみるとそんなに大きいものではないです。ハサミは4丁入るものなんですけども、無理やり5丁入れてる感じになりますね。で、ダッカールは、ライムグリーンの長めのもの、もうこれもね、数百円で買えるもの、それからこれはですね、毛払いブラシとして使っているメイクブラシですね。これもね、週に1回ぐらいは洗っちゃってるんで、もう色がハゲハゲになっています。そしてまずコームはですね、正直こだわりがなくて、黒のものが使いたかったので黒のものを買ったではないかな、数ヶ月前にという感じです。もう結構ね、消耗品なんで、まあ、数ヶ月で変えちゃうことが多いですね。で、こだわりはないんですが、だいたい長さはあんま長くなくて20センチぐらいのものを使っていることが多いです。で、こだわりといえばこだわりなんですけども、このね、アラバとミツバの差があまりないもの、カットのほとんどはこのアラバの方、この目が粗い方ですね、ここでカットするんですけども、こちらの、ね、細かい方があまりにも細かいと非常にカットがしづらい、抜けが悪いんですね。なので抜けを重視して、蜜葉もあまり、蜜じゃないものを使っています。そしておなじみリングコーム、パーマを巻いたりセットしたり、こちらもね、正直言って全くこだわってなくて、一番リーズナブルなもの、ほんと数百円だと思います。よくね、ここの柄の部分が金属のものや蜜葉がすごく細かいものもあるんですけども、これは至ってノーマルのものになります。そして先ほどから見えてるこのシザーケース、オーダーで作ってもらったんですが、全く知らない人で、確かね、ヤフーオークションかなんかでオーダーメドレー作ってますっていう人に落札をして5万ぐらいで作ってもらったんですけど、非常に彫刻というかね、これ綺麗で、それから美容師用に作られているので、後ろがですね、外れるようになってるんです、ボタンで。で、これはね、もう美容師のシザーケースとしてはもう必須で、で、なぜかというとですね、この下の部分、これ取れるとですね、毛が全部こう綺麗に払えるんですね。で、本革なので週に1回ぐらいはオイルをつけて、なんですかね、こう保護してる状態ですね。なのでこう綺麗に色が焼けてくると。そしてこのね、ベルト、これがなかなか面白いんですが、こんな感じでね、なかなかかっこいいベルトだとは思うんですが、実はこのベルト、いただきものです。どこでいただいたかというと、実はですね、ゴルフの練習をしていたら、後ろのですね、方から、いいスイングしてんなお兄ちゃんみたいな声をかけていただいて、 ありがとうございますみたいな話の中で、まあ、仕事の話になって、まあ、美容師やっていますっていう話になったんですね。それは美容師革とか好きだろうっていう話になって、俺こういうの作ってんだって言って、これをですね、差し出してきてくれたんですよ。で、ああかっこいいですねって言ったら、あげるよ持てってって言われてね、それから、まあ、それが10年ぐらい前なんですけども、それからずっと使っているものなんですが、見ての通りめちゃくちゃ作りが良くて、そしてこのですね、厚いんですよ、ものすごく。多分僕が死ぬまであと何十年も使っていても多分全く問題ないじゃないかなと思うんですね。で、最初はもっと薄い色だったんですけども、だんだん焼けてきてこの色になってるんですけど、これも本革なので
まあ、たまにオイルをつけて、保護している状態ですね。これはね、もうね、買いたいと言っても買えないので、まあ、大切にこれからも使っていこうかなという感じで思っています。いよいよ核心の部分に入っていくんですけども、ハサミですね。シザーと言います。シザーですね。これがですね、メインで使っているカットするハサミ。まあ普通のカットのハサミですね。非常に美しいですね。実はね、これハンドルの部分、指を入れる部分がメガネ型って言ってね、上と下と同じ長さになってるんですけども、実はね、メガネじゃない方が好きなんですけれども、仕様が、もともとの仕様がこの仕様だったんで、まあ、このまま使っているんですが、実はですね、新潟のカリスマ、スニップスの吉藤秀樹さんのセミナーで吉藤さんが使っていて、このハサミ売ってるんですかっていうところからご紹介を受けて、購入に至ったもので、金額的には大体9万ぐらいと思います。スニップスのホームページで販売しているので、概要欄にスニップスのホームページの URL を貼り付けておきますね。これのですね、特徴的なところがですね、まあ、これはですね、最強のハサミと言ってもいいんですけれども、何が最強かというと、ちょっとね、画像では見づらいと思うんですが、ちょっと開いて、このね、ここですね、この部分にスリットって言ってですね、髪の毛が逃げない加工がしてあるんですよ。細かく線が入ってるんですね。これはですね、ホームページの方を見ていただくと細かく書いてあるので、ぜひ見ていただくと分かるんですけども、全く毛が逃げないんですね。ここでね、少しハサミの豆知識なんですけれども、実はね、僕は実家が床屋さんで、父が、まあ、床屋をやっているんですけども、その父がですね、使っているハサミっていうのは、刈り込みハサミって言って、毛がね、全く逃げないハサミなんです。で、全く逃げないハサミっていうのはですね、刃がね、結構直線で、で、なんていうんですかね、こう、逃げがない、まあ、滑らないっていうかね、そういう感じになるんですけど、この後紹介するドライのハサミなんかは真逆で、毛が滑るようにできています。で、これはね、直線刃の上にスリットが入っているんで、全く毛が逃げないです。ただね、欠点もありまして、直線刃で毛が全く逃げないと、ハサミを切るときの力がね、力がすごくいるんです。なのでですね、こう、ハサミ全体の重さというか、厚みというか、そういったものが厚くないと、こういうハサミはできない。だから、細くて軽いハサミで、この仕様にしてしまうと、かなりこう、毛を切るのにですね、力が必要になってしまうので、美容師の右手に負担がかかると。なので、逆に重く、厚くして、直線刃で毛が抜けなくてもパチッと毛が切れるようになっているんですね。実はですね、ほとんどの美容師は若干切れなくなったぐらいのハサミの方が使いやすいんですよ。っていうのはですね、ごまかしが効くというかね、ちょっと表現悪いですよ。狙ったところ一発でポンっていけた方がいいんですけど、実はですね、狙ったところパンっていくとですね、実はこう切り込みすぎちゃったりとかすることがあって、逆に切れないハサミ、ちょっと切れなくなったぐらいのハサミを使っていると、微妙にいい感じで毛が逃げてくれるんですね。で、逃げてくれる状態でいつもカットしていると、このようにパチッと切れてしまうハサミを使うのがですね、ちょっと怖いんですね。逆に言うとですね、この逃げないハサミでカットができれば、時間短縮にはめちゃくちゃになると思いますし、技術的にもごまかし効かなくなるので、技術的にもやっぱり高まるんじゃないかなと思います。このハサミを使って、やっぱりそう思いました。このハサミからいつも使ってたですね、ハサミに戻すと、やっぱりちょっとこうもどかしいというか、直接切りたいところにバチッて入っていかない。そんな感じがするハサミですね。やっぱこうなかなか手放せなくなるようなハサミの気がします。対しまして、こちらのハサミは先ほどもちょっと話したんですけども、ドライ用のハサミ、ドライの時に髪の毛を削っていくハサミになるんですね。なのでですね、これはですね、ハサミで毛の長さを切るんじゃなくて、毛量とかを調節するハサミという風になります。これもね、光の B ドライっていうやつで通常に売ってるやつになりますね。金額的には、これはちょっとお高くて、ちょっとね、はっきりと覚えてないですけど、多分15万ぐらいしたんじゃないかなと思うんですね。
これもね、ハサミ、指を入れる部分ですね。これがちょっと特殊な形をしてるんですが、まあ僕は普通の形の方が好きなんですけど、まあこの塩で売っていたので、このまま使っている状態になりますね。で、これがね、美容師用語、ハサミ用語で言うと、ササバっていうんですね。ここ見ていただくとわかるんですけども、ササバって言って、笹の葉みたいにここがすごく丸くなってるんですね。でこう丸くなってるハサミっていうのは最近文房具でも売ってると思うんですけども、根元でも毛先、刃先でも切る時のですね圧が変わらない、要するに先っぽに行くと力を入れないとハサミは切れないんですよ。で根元だと力入れなくても切れるんですけども、このね笹葉のハサミっていうのは刃先の部分に行ってもそんな力がなくても稼働できるハサミになるんです。ただ美容師が使うこの笹葉のハサミっていうのは毛がですね逃げる、要するにパチって切れないです。そのパチって切れないっていうのを利用して髪の毛にこうニュアンスをつける、要するにこう髪の毛隙間を開けたり毛先を細くしたり、そういった用途で使われることが多いですね。続きましてセニングシザース、すきばさみと言われているものです。簡単にねすきばさみと言いましてもいろんな種類がありまして、主にすき率、例えば 10% つけるもの、80% つけるもの、すき率が違います。それからねこれはオーソドックスな形で下にくしばといって毛が抜けていくものですね。この歯の形状によってこのですね、このギザギザのところ、これが下にあって上に切れる歯があると。で下のそのくしばの形状によってスケ率が変わったりとかします。メーカー名はシザースジャパンというメーカーでして、スケ率が 35% で、歯がですね V 溝っていう歯ではないんですね。こう V 溝っていうのはこのくしばの部分が V 溝になっていると挟んだものが全て切れるので結構なスケ率になるのと、すいたところがこうバチッとこう入っていくんですけども、これはですね斜めになってて微妙に逃げていく。だから 35% といっても結構長いこと使ってるんで、もうちょっとスキ率は下がっているんじゃないかなと思うんですよね。基本的に普通のシザーっていうのはたとえすごくいいものを使ってもカットする人で、まあ、変わってしまうというか、うまくカットできる場合もうまくカットできない場合もあるんですけれども、このね、セニングシザースっていうのはやっぱり良くないと、例えばですね、最悪の場合には毛が傷んでしまいますね。例えば途中まで切れかかって終わってしまう毛とか、そういったものがですね、非常に後々にダメージにつながってきます。ですので、セニングだけはですね、いいものを使っていった方がいいし、美容師はセニングは非常にこだわる必要があるし、知る必要があると思いますね。続いてもセニングなんですけれども、これはねさらにスキ率の大きい 50% つけるセニングシザースになります。これはヒサダシザースっていうところで購入したんですけれども、金額的には約10万円ぐらいです。でヒサダさんっていう方がされているヒサダシザースっていう会社なんですが、まあ、いろいろなところでこう知り合いまして、ご紹介を受けた方なんですけれども、まあ、非常に使いやすいセニングがありますよということでご紹介をいただいて、で持ってきていただいたものになります。でハンドルがですね、通常は面に、メガネになっているんですけども、これはカスタムで通常の形状にしたものになります。で、使用用途なんですけども、私はこれで量をガツッとこう減らすように使ってますね。50% 切れるセニングだと一般的な量を減らすという使い方と、それからカットをする、要するに髪の毛を切るためのセニングとして使う方も多いんですが、私の場合には通常に量を減らす目的としてこの 50% のセニングを使っています。でなぜそういうことができるかっていうとですね、やっぱカットの方法だと思うんですね。で、これを見てくださっている方は、私のサロンワークの動画とかを見ていただいている方が多いんじゃないかなと思うんですが、もし見てなかったらですね、ぜひ、サロンワークの動画を見ていただきたいんですが、量をですね、
髪の量を減らすときに僕はですね、カットラインと平行には入れないんですよ。要するに毛束に横にズダッとこう入れないんですね。斜めに入れたり縦に入れたりとかしながら、まあちょっと表現的には難しいんですけど、動画を見ていただければ分かるんですけど、こう減らしたいところをつっついてるっていう感じで使ってるんですよ。なので手数が多い、手数が多い、細かく細かく多く入れてるっていう状態のセニングの付け方をするので、結構透けてしまってもそんなに問題なく、量を減らすことが私の場合にはできますね。ただガツッとこう持った毛束に横にズダッと入れてしまうと、やっぱり 50% も透けるものでやってしまえば、そのすいたセニングの跡がですね、こうダンと入ってしまうので、そういった使い方には向いていないかな。また毛先を減らすときにも、まあ縦にチョッピングって言うんですけど、したりとか、手数を多く、こう優しくこう縦に入れたりとかすることによって、全く問題なく、50% でも吸うことができるんですよ。だから、ある意味、上級者向けのセニングなのかもしれないです。そこまでの細かい手の感覚がない人でしたら、例えば透き率 10% とかあんまり透けないもので毛先をバンって、すいた方が綺麗に透ける可能性が高いんですけども、私の場合には時短を考えて 50% のものを最近使わせていただいている感じです。これも見ていただければわかるんですが、正刃と言われている状態で、下が櫛ですね、櫛の刃になっていて、上が切れる刃になっています。これは反対になっているものも私は使っているんですけども、これはとりあえず通常のもの、量を減らすとかっていう感覚で使うものであれば、セーバーの方が使いやすいのではないかなと思います。そしてこれがですね、最近私一押しというかですね、メインで使っているハサミになるんですけども、これもね、新潟のスニップスさんのホームページから買いました。80%、70% で書いてあるかもしれないの透き率があるセニングシザースになります。これはですね、量を減らす意味ではほとんど使っていなくて、私の場合には主にもうカットセニング、要するにカットをするセニングとして使っています。カットですね、量を減らす目的ではとりあえず使っていません。でどういう時に使うかというと、このハサミ一番活躍するのは刈り上げですね。刈り上げといっても、フェードって言って結構薄く刈り上げる方の、何ですかね、頭皮がこうボコボコしてて暗くなっちゃうとことか、そういったところをですね、これで調節するしたりとか、それからですね、逆にあまりこう薄くしない、こう自然な刈り上げの方、そういった方もこれでサクサクサクっと切るとですね、もう本当に柔らかい感じに刈り上がるので、これはですね、もう非常に重宝しています。で、見ての通り、これ逆刃ですね。先ほどとは逆ですよね。櫛刃になっているのが上にあって、下が切れる方の刃。そうするとですね、刈り上げとかに非常にこう有利になると言われていて、要するに切れる刃が下からこう入ってくるので、刈り上げで下から上に刈った時には切りやすいと言われているハサミ、セニングの形状になりますね。逆刃がいいとか正刃がいいとかっていうのは、これはね、慣れでもあるんですけれども、一般的ですね、一般的に刈り上げで使う場合には、この形の下が切れる刃、上が櫛刃の方が使いやすいと言われていますね。以上が私が使っているハサミ全ての紹介になります。あくまでも今使っているものということでご紹介させていただきました。これはね、ちょっと最後になるんですけども、美容師っていうのは、ハサミを変えたことによって仕事も変わると思うんですよ。私もこの 80% のセニング、50% のセニングを導入してから仕事が爆発的に変わったんですね。仕事を変える、変えないっていうのも、職人としての考えによるところも多いと思うんですけども、私は変えることが進化だと思うんですね。例えばそれが遠回りしたとしても、自分のやり方を変えたり、新しい方向から見直したりすることがとても大切ではないかなと思います。ですから、やはりちょっと自分の仕事に合わないかなというようなハサミも使ってみることが大切なんではないかなと思うんですね。
例えば私はこんなにスキ率の高いセニングは必要ないだろう、私はこんなに透けないセニングは使わないだろうと思っていても、もし使ったら自分の仕事、新しい仕事がですね、展開される、それに合わせてハサミに合わせて自分の仕事を変えることによって仕事が変わる、進化する可能性っていうのもあるんですね。ですので、いいよって紹介されたもの、ハサミ、そういったものにはですね、チャレンジしていただきたいなと思います。もしここまででご質問がありましたらば、コメント欄にいただけるとしっかり誠意を持って答えさせていただきたいと思います。この動画良いと思いましたら、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それからやってほしいこと、試してほしいこと、そういったことですね、知りたいこと、そういったことをですね、コメント欄や概要欄ですね、概要欄に書いてあるメールアドレスに送っていただきますとお答えしたいと思いますので、お気軽にぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。